トワイライト、神戸号を運行していた九州産神バストワイライト、神戸号は、かつて、鹿児島県、熊本県と兵庫県を結んでいた、夜行高速バスである、兵庫県尼崎市鹿児島県鹿児島市間を結ぶ路線でありながら、熊本県の事業者である九州産神バスが全便を運行していたが、2010年11月30日をもって運行休止となった。一時期は、 九州産業交通とともに、鹿児島交通、阪神電気鉄道を含めた3社による共同運行が行われていた時代があり、相性もトワイライト神戸、トロピカルライナー、サラダエクスプレスと運行会社ごとに異なっていた。また、本記事ではトワイライト神戸号と同じ日において運行開始し、一時期同じく熊本神戸間を結んでいた熊本電気鉄道、 山陽電気鉄道運行の夜行高速バスである、ユーズル号、レッツ号についても記述する。なお、トワイライト、神戸号の休止により熊本神戸間を結ぶ夜行バスはなくなり、1990年にユーズル号とのダブルトラックによる運行開始から約20年間の歴史に幕が下ろされた。運行開始当初のトワイライト、神戸号九州参考便撮影時は、 定期観光バスとして前運用中かつて、共同運行していた阪神電機、鉄道サラダエクスプレス一時期は、南九州バスネットワークも共同運行していた、以下は最末期における運行休止前時点でのデータを、シルソフト時は停車停留所、九州地区内のみ及び、兵庫県内のみの利用はできなかった。阪神山ヶ崎阪神甲子園神戸山のみや、植木インターチェンジ武蔵が、 岡熊本インターチェンジ松の本熊本県庁前から、熊本交通センター、三船 IC 八代インターチェンジ人吉、インターチェンジ鹿児島空港南から、鹿児島インターチェンジ、天文館鹿児島中央駅前鹿児島本港、車両、編集車内設備、編集運行開始時から2000年代、初旬頃までにおいてはこの他にマルチステレオ、車内公衆電話などの設備や、 ジュースの無料サービスなどもあった。高速バス、ユーズル号高速バス、レッツ号遠隔にもあるように、1990年の高速バス開設ラッシュ時において、熊本電気鉄道が熊本神戸線の運行を九州産業交通と同じ日において運行開始した。九州産業交通にとっては大阪線をすでに運行開始していたため、 本州向け夜間高速バスは今回で2路線目となるが、熊本電気鉄道にとっては初の高速バス路線である。ただ、共同運行会社並びに運行ルートはそれぞれ異なり、九州産業交通は阪神電気鉄道と共同運行で、熊本神戸、甲子園は甘崎線として、また、熊本電気鉄道は山陽電気鉄道との共同運行で、 熊本姫路神戸線としてそれぞれ違っていた。愛称は、熊本電気鉄道は、ユーズル号であったが、山陽電気鉄道は、同社夜間高速バス共通の総称である、レッツ号として異なっていた。運行開始当初は、そこそこの利用率を誇ったものの、バブル崩壊により年々利用率は、減少傾向に転じ、このためか、2台以上で運行しているのは、多客時期のみで、 通常期は一台において、半分以上空席が目立っていた。1998年3月末日をもって、廃止となった、樽見駅神戸三宮学園都市駅姫路駅、植木インターチェンジ武蔵が丘から、松の本体熊本県庁前から、熊本交通センター、ありがとうございます。